おはようございます。釣り子 TV です。正月の初売り、何かいいもの見つけましたか？自分はリール買っちゃいました。ということでね、動画を回し始めているんですけども、元旦からね、いろいろキーポンとかね、マニアックスとかね、回って、で、正月の初売り、いろいろなお店お得なものいっぱいあるんですけども、今回ですね、これ、レグザ、台湾のね、結構安めで使えるリールっていうことで、こんなのがね、お正月商戦で、安く出ていたよっていうことでね、一つ久しぶりにスピニングリール購入してみました。そして、驚きの値段は、限定処分品、ダイワレグザー。メーカー希望小売価格は22,000円なんですけど、なんと驚愕の 60% オフで9,680円ということでね、めちゃくちゃ安かったんで、これね、LT コンセプトも搭載していて、で、まあなんかいろいろなインプレッションとか見ると非常に使い心地もいいよ、安い割にはもうすごいしっかりしているよっていう評判のリールなんで、それがね、こういう感じの値段で手に入るんだったら、もう最近何でもかんでも、高いじゃないですか、あの物価が上がっちゃったというかね、その食べ物にしても、ちょっとしたものにしても何でもかんでもね、高くなってしまっているんで、こういうね、少し、まあ、肩落ちっていうことではないと思うんだけど、なんか少し古い方だからっていうことで、こんなお得に買えちゃうんであれば、ぜひもんでね、乗っかるしかないなっていうことで、ここに書いてありますね。ブンブン、ね。ブンブンかなりね、気になる福袋とか、お得なセールとか、満載なんですけども、で、しかも買いになってるとね、割引さらにね、してくれたりとか、いろんなイベントやってたんですけども、まあ、限定処分品で、で、もうないかなと思って言ったらね、まだね、ちょっとだけ残ってた番手があって、今回、3000番台っていうことですけども、海の釣りでね、丈夫に使えて安くてっていうね、そういうリールが欲しくて、レグザで、ね、1万円切る価格で買えて、で、まあこれ、D って書いてあるんで、ディープスプールでいいと思うんですけども、ちょっとね、深み溝で、で、まあギア比もね、ちょっと求めてるギア比であれば欲しいなと思ったらね、ラスト1個ね、残っていたんで、入手してみました。それではね、早速開けていきたいと思います。さあ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 。いいですね。なんか、なんていうのかな、今年フィッシングショーでセルテートとかね、発表されてますけども、その系統というか、ちょっと丈夫でしっかり使えるリールっていうね、そんな印象。まあまあいいからちょっと組み立ててみますかね。ハンドルが入っていて、そう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 、まずね、このハンドルが、この価格なのに、このなんていうか、一体成型みたいな感じのこのマシンカットハンドルみたいなね、ちょっと高い機種からなんじゃないのみたいなね、機能が目白押しで乗せられるのはね、大体乗っかっていてっていう感じでね、じゃあね、ちょっと組み立ててみたいと思います。はーい、レグザね、まあ、組み立てるってハンドルつけただけなんですけど、このハンドルがついていて、で、このしっかりした感じですよ。ねえ。で、ちょっと深溝のスプールなんで、その PE ラインでないね、ラインとか、自分ナイロンラインとかも結構好きなんで、そういうのもしっかりと100メートルとかね、入れたいなとか思って、で、今手に持った感じは、まあ、結構こう、ずっしりきますね。ここら辺が、重いなと感じるのか、しっかりしてるなと感じるのか、ね、それは人によってそれぞれだと思うんですけども、樹脂ボディとかじゃなくてね、メタルボディ使っていてっていう感じであったらね、もうこれぐらいの重さがあった方が、といってもね、重さはね、これね、パッケージに書いてあったんですけども、245g ね、まあまあ、軽くはないんですけども、
ちょっと長めのね海のね竿とかにつけるとこれぐらいの重さがあった方がしっかりとね手元重心になって、やりやすいっていうね 6.2 対1っていうことで結構ね早く巻けるよっていうね一巻き93センチも巻けちゃうよっていうことと、マックスのドラグ力が10キロって書いてありますね。まあ、ここら辺はドラグも活かしつつなんですけど、ベアリングはこれ5個入ってるっていうことでいいのかな。あ、まあ、マグシールド、エアローター、ATD、タフデジギアっていうことで、ダイワの最近打ち出している、コンセプトはね、ほとんどね、この価格にもう降りてきているっていうことで、ね、見ていくとほら、ね、マグシールドが搭載されていて、で、まあ、ローター周りも軽い巻き上げできるよって。で、ドラグ力がね、10キロあるっていうのはね、驚きですね、これね。あ、ドラグのピッチも安いからといって、っていう感じではなく、抜かりなく、まあ、ここら辺は実際魚かけてみないとわからないですけど、結構ね、しっとりとしっかりと効いてくれそうな感じですよ。小さい頃のね自分にね見せてあげたい聞かせてあげたいですね。1万円切る価格でこんなすげえリールが大人になったら使える時代が来るんだよっていうねそういうことをねガキンチョのね釣り工にね教えてやりたいですね。 LT コンセプト発表された時は高いリールだけでしょうなんて思っていたんですけども、このねレグザっていうリールにもねしっかりと搭載されていて、これが1万円切ったらねありじゃないですか。はい、というわけでね、まあ、正月っぽくね、まあそういえばそうだそうだレグザ買ってたわと思ってね今ね思い出してね動画を回し出したんですけど、まあここら辺が活躍してくれるんじゃないかなという、2024シーズンですけど、これ以外にもね買ったものがあって、まあレグザがあってババーン、これはねこのまあレグザとかでその実際にねやる釣りにいいなと思ってね、これスゲールはいっぱい入ってるでしょ、これね山盛りこんな感じで入っていて、なんとですね2750円、これはねキャスティングの品川シーサイドで、買った福袋かな、新春の福袋みたいな感じで何かないかなと思ったら、こういう福袋はキャスティングとかすごい強い感じがしますね。ほとんどね、これね、全部これほら、デュオの、なんて言ったらいいのかな、メタル、バイブみたいな感じでね、これ使ったことないんで、なんかいっぱい入ってんな、お得だな、っていうことでね、これ、愛の位置が、こっちにスナップついてんのかな。なんかね、ちょっとね、新しい感じのコンセプトですね。で、重さも26、40g、15g、30g、30g。と、きっとこっちの下の方では、おかっぱりなんかでも使いやすそうなね。これ、メタルバイブね、こんだけ入ってていいなと。20g、10g、15g、10g に、こういう、ブレードフックみたいなのがついて、2750円。これは、なかなかね、お得なんじゃないですか。こういうの、おかっぱりとかで使ったりしたらね、結構なくなることも多かったりするルアーなんで、それが、これ3000円でこんだけ10個ぐらい入ってんのかな。で、1個これなんだろう、300円ぐらいの感じになるのかな。この、福袋は、ありでしょうと思ってね。チェックしてみたんですけども、まあ、これ以外にね、ブラックバスの方のね、やつは、正月の元旦とか2日にね、何買ったよとか、カニ買ったよみたいなね、動画上げてるんで、ぜひね、そちらもご覧いただければと思うんですけども、まあ、このキャスティングのね、こういう、サーフとかに持っていったら便利そうだなっていう、もう、3000円で一通り、重さも揃っちゃったっていうね、こういうお得な福袋と、あと、レグザですね。これは福袋っていうわけではないんですけども、ブンブンの
初売りでこういう感じでね、限定処分品で、ね、もう、どんどん処分してくださいと思いますけどね。まあ、釣りフェスティバルももう間もなくね開催されるっていうそういうタイミングなんで、いよいよね新製品なんかの発表も控えて、こういうね今まだ現役で使えるリールなんかが安くお正月だと買えるよっていうね、そういう感じだと思うんですけども、60%、これはやっぱねもうブンブンとか超巨大釣り具屋さんならではの割引率なんではないかなということでね、初めてレグザ手に入れてみましたけど、手元でクリクリ触ってる感じは間違いないなと。マグシールドって今こんな安く買えるんですねっていうことで、まあ、このハンドルもついて、このかっちりした剛性感でね、9,680円っていうことでね、あーもっとねちょっと早いうちに行って、ブラックバスなんかでもね、一緒に使える小さい版って欲しかったな。あの樹脂製のボディのね、あの軽い感じのリールも好きなんですけども、こういうかっちりとしたね、メタルっていう感じなリールも大好きなんで、いろいろねローテーションしながら使っております。まあ海釣りなんかで言ったらどうやって潮抜きしても絶対ね潮のね、なんだろうダメージっていうのは蓄積してくるもんなんで、最近はもう海のリールに関してはベイトでもスピニングでもね、結構そのメーカーの安いモデルをね買って 1.5 年とか2年ぐらいで次のモデルにね買い替えるっていうね、そういうローテーションでやっているので、まさにねこの台場で言うとこのレグザとかね、そこら辺がね一番バチッとくるんじゃないかなね。あとねベイトリールの方だと同じくねお正月セールでこの SLXDC がねシマノのねすごい安く売ってたんで、それもすごい気になったんですけど、今回はスピニングのこういう深溝スプールでハイギアなもの欲しいなと思ってね、レグザチョイスしてみました。はい、皆様お正月どんなお買い物されたでしょうか。何かナイスなものゲットできましたでしょうか。面白いもんね買えたよとか、こんな安かったよっていうのあったらぜひね、コメント欄にお願いいたします。またチャンネル登録とねいいねボタンもぜひお願いいたします。どんどんね買い物していきますんで、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ですね正月の初売りに、乗っかって、リールやら、福袋やらで、ね、追加で購入してきて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。